劇団コンパクト by TBS ラジオプラット。ねえ、来週の日曜日車借りてもいい？あ、いいよ。どっか行くの？ちょっと料理教室の仲間とさ、アウトレットに行くのよ。私しか免許持ってないから。はあ、アウトレットね、でも結構遠くない？運転大丈夫？大丈夫よ。駐車は苦手だったんだけどね。そうだよね、ちょっと苦手意識あったよね。でもシエンタだったら自動で駐車をサポートしてくれるし、あのなんか車を上から見れる機能あるでしょ。はいはい、あれ便利だよね。今の車ってすごいよね。じゃあ大丈夫か。あ、でもまあ気をつけてね。でもさ、私運転頼まれるのちょっと嬉しかったんだよね。なんで？ほら、もう子供たちも自分で何でもできちゃうしさ、人から何かを頼られるってなんか嬉しいもんなんだな。人から頼られるのが嬉しい。なるほどね。あのさ、俺のこともっと頼っていいからね。え？俺のこともっと頼っていいんだぞ。ああ、大丈夫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 。何その言い方。何が？いやいや、もういいみたいな、今の言い方すごい嫌だな。どこが？いや、なんか言い方冷たかったでしょ。あ、もういい、いらないいらないみたいな言い方でさ。そんな言い方してないわよ。頼られるのが嬉しいって話でしょ。俺だって頼られたいじゃん。あ、でももういい、全然いいですみたいな言い方じゃん。そんなこと言ってないじゃん。いやいや、言ってたと思うけどな。もう何よ、ぐち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 さ。ぐちぐちってさ、すぐいじけるんだから。いや、あ、いじけてるわけじゃないんだけどさ、なんか寂しいじゃん。違うの。あなたにはね、これまでいっぱい頼ってきたでしょ。仕事のこともそうだし、子供のこともそうだし、だからもう大丈夫よって意味です。それはそれで早くない？何が？俺もう頼られるの終了。早いって。本当にあなたには頼りっぱなしで感謝してます。今までお疲れ様でした。お疲れ様でした。だって早いって。だからこれからはあなたに頼ることなく生きていきますので、本当にありがとうございました。怖いです、その言い方怖いです。不安になった？なりました、すっごいなりました。あの、頼って俺を。大丈夫です。頼って。大丈夫です。頼って。大丈夫です。頼ってよ。頼れる存在だから大丈夫です。私にぴったり、トヨタのコンパクト。